ジョリスカルル・ユイスマンスジョリスカルル・ユイスマンスは、フランスの19世紀末の作家。本名チャールズ・マリエ・ジョル・ジュユイスマンス。イギリスのオスカー・ワイルドと共に、代表的なデカダン派作家とされる。フランドルの代々画家の家系に生まれ、石版画及び細密画家の父、コドフロア・ジャンの代で、フランスに帰化した。内務省に勤める傍ら小説を、執筆。 1874年に社会への鋭い観察眼による三分四風の薬味箱を自費出版。エミール・ゾラに共鳴して自然主義小説を書くようになり、勝負の世界を描いたマルと一勝負の物語でゾラに認められ、その文化グループとなってからもいくつかの作品を書く。一方で、ボードレールや画家ギュスターブ・モロー、ジュル・セレ、 オディロン・ルドンの影響を受け、ゾラ的な自然主義から脱して、ペシミズムに発する人工楽園の世界を描いた、世紀末的傾向の強い得意な作品。坂島は、当時多くの非難を浴びたが、デカダンスの聖書、象徴派の宝典と呼ばれる代表作となり、若き日のポール・マレリーやワイルド、ドリアン・グレーの肖像にも影響を与えた。自称、 魔術師のジョゼフ・アントワーヌ・ブーランだと信仰があり、ブーランが魔術の競技をめぐりたの魔術師と構想に発展した、時にはそれを擁護するような行動をとった。これらの体験は代表作、カナタで黒ミサなど悪魔主義を取り上げたことと関連している。その後カトリックに改修し、晩年は絶眼を患らい病苦の中、改修の過程を描いた出発。 シャルトル大聖堂とキリスト教商長学を語る大ラン、修練者のカトリシスム三部作など、カトリック神秘思想についての作品を、カナダの主人公の主張した、心霊的自然主義の手法により表した。管理としては、聖金氏、内務省を退職した際に、内務大臣からレジオンドヌール勲章を授けられた。祖父ジャコブ・シャルルは、ブレダのアカデミーの会長、絵画教師、 その二代前17世紀には、当時のフランドルガダンを代表するコルネリウス、ジャンバチスト、ジャコブの三兄弟がいた。ありがとうございます。